2020年10月に12周年を迎える s k e さまざまな活動をしている私たちですが中でも大切にしているのは劇場公演私たちの活動において 劇場公演は欠かせなない大切なものののです公演の歴歴史史はグループの歴史ここ SKE48 劇場では数えきれないほどの物語が生み出されてきましたこの番組ではこれまでの劇場公演を振り返るとともに10月3日から5日まで行われる12公演一挙披露祭の見どころを紹介。 毎回3人のメンバーがそれぞれの視点から劇場公演を語ります今回語るのはこちらの3人のメンバー私たちの公演。さあ8回目となりました「私たちの公演」。今回はこの3人で。何何何何 <laughs> お届けできませんか。<laughs> <い> <laughs> お届けしたくない。ギアめちゃ上がった。<laughs> <や> <laughs> びっくり。いや本当に最近気づいたんですけど、まあこんな話いらないんですけど、次いきますね。お届けしてい,きたい。言わい。<laughs> 言わんなか,った <laughs> かい。<laughs> ちょっとっそうそう SK フォーティートは10月5日に12周年を迎えるわけですが、12周年ってすごいですよね。<laughs> <laughs> だから言ったじゃないですか。<laughs> <laughs> じゃないですか。私には台本忠実なんです私に M. C. を任せるとこうなるよって文字しか読めなくなります。すごいですよね。すごい。今回私たちは10月4日の14時から行われる逆上がり公演について話していくんですけども。はい。逆上がり公演。どう、どうです。私たち逆上がりだね。先週来から何年経った?。先週来からですね。 2012年の5月14日に始まって2013年7月11日に終わっております一年え1年なんですよね結構短かったそれね、疎角するってなって終わったんだよねあっ疎角しちゃったなおちゃんも全部記憶ないやっぱり全部記憶ないのよすぐね、もう受けてくんですよね両方量がね、多いからねそうなんですよここで私は初めての昇格をそうだよ そう結構坂上がり公園ってなんかぐちゃぐちゃしてるじゃないですかもう固定のセンターというよりはみんな触れ合えるみたいな。でピオちゃんは結構その時めちゃくちゃ近くてすごいね仲良くしてもらってて、うん、私めちゃくちゃ個人的に、うん、多分一番すか一番なんか懐いてくれた先輩曲中の触れ合いとかも結構あった、うん、曲中の触れ合いもすごい絡んでくれたし、うん、楽屋でも すごいいつもなんかこのアニメがさとかこの歌がさとかあ結構でも一緒にいるイメージだったかもそうなんですよピオちゃんは本当に後輩と一番仲良くなってくれます最初にね確かにすごいねえとか言ってこう馴染めない後輩とかをピオちゃんがピオちゃんがだから私はこんなに堂々とえう梅ちゃんとピオちゃんどっちだ梅ちゃん梅ちゃんじゃんそれもうそれとしか 精神的な面は私の母となってくれたからでしょ。じそこのイメージがある。そこは変えられないけど、えピヨちゃんはやっぱ私はもう何言っても無理よこのあと。もうだってユムちゃんのためのもう無理か。もう無理ですね。完全ユムちゃんの無理か。多分マキコさんあれじゃないですか。最近ねツイッターで論考呟を怒られたもん先生と。ああそうそう歌詞をこう見たときに名前がもう。 懐かかかしい名前まあ確確ににもう本当に申し訳ない「海を渡れ」なんてもうその千秋楽以来一回も聞いたことも歌ったことも踊ったこともなくてまあ確かにそうですね全然機会がなかったから改めて歌詞こうやって見てね「めっちゃいい歌詞だ」でスタッフさんに「いい歌詞ですねこれ」って言ったらんかそこにいたスタッフさんに言ったら「いやでもこの当時はやっぱりまあそのさチーム E っていう SK の中の末っ子チームが。 の坂上がり公演っていう演目をするのにやっぱかなり背伸びなところはこうあったんっていう印象、うんうん、やっぱなんかそのパジャマドライブとかさ、うん、そういう何か AKB でもいう末っ子のチーム B とかやるようなセットリストをやってきたから急にやっぱそのエネルギッシュみたいな感じのこうチーム K 特有の感じのやつをこうチーム E がやるっていうのは何かかなりこう背伸びした大人びた感じがあったんだろうけど歌詞とかもやっぱぐんと。 大人っぽくなったりとかさ表現が大人っぽくなるから曲調とかもパジャマドライブとは違ってねなった時にこうみんな年齢も若かった7位のメンバーなかなかこうなんていうの表現が難しい確かにってなった時に海を渡れが割とこう今から頑張ろうなんか未来へっていうような羽ばたこうっていうっていう感じの歌詞だったんだっていうのを改めて見てエモいなすんごい長文で真面目に書いてあって 私なんかコメントしようと思ったらやっぱ盛上がりメンバーとして一応ここになんかコメントちゃちゃ入れようと思ったんだけどあまりにも文が間違ったから何にも入れなくていやもう確かにないじゃないですすごいなんか自分もストンって落ちちゃったから確かにと思って閉じた見なかったことにしなんでみたいないでも本当にそれはね改めて思ったからだからその時にまあ まあ、正直なところさ意味をあんまりこう分からず歌ってたっていうか今はこうストンってんなら入ってくるけど当時はもう一生懸命だったし、ね、もう追われてたしやらなきゃやらなきゃって感じでなんだ歌詞の意味をそこまで今ほど深く思えなかったな、うん、った部分もあるんだけどね、うんうん、だからこそ今こう今の現メンバーでできるっていうのは、うん、この現メンバーの子たちもこうこの未来を こう、なんかすごい感じられる。確かに、うん、ま周り見たら、もう全然違う子たちが、うん、そう、当時から見たら、違う子たちかもしれないけど。うん、なんか新しい、また、可能性みたいなのとかも、生まれるんじゃないかなって思うと。すごい楽しい。うんいね、しでは、この公演を、うん、じゃ、どう、はい、ちょっと、行っていきたいか。うん、なるほど。うん、はい。萱島ちゃんとかど、どう、<や>どういう気持ち。 やっぱ私出たことない公演なので、うん、その初めての公演出れるのも嬉しいですし昔 SK がやってた公演ということでやっぱその SK としても逆上がりやるのすごい久しぶりじゃないですか、うん、だからその,出会いその時に立ち会えたのはすごく嬉しいので、うん、もうとにかく奈緒さんも言ったんですけど楽ししく終わりたたいいなって思ま若いメンバーが、うん、結構多いのでどの公演も、ね、そうなってきちゃうと思うんですけど。うん そこら辺マキ子さんはどう思いますか、うん。マキコ様は <laughs> <laughs> 急に何 <laughs> インタビューみたいになっちょっとあでもまあまあ当時も、うん、まあフレッシュで若い、うん、チームい、e、いの公演だったから、うん、まあそこのなんていうのイメージだったりとか、うん、そこのあのー、部分要素は多分今回も引き継げていけると思うから、okay、なんならそれを超えるぐらい、うん、今の SKE がすごいまあうちらはさもう なんていうの、比べることもできるけどもうこの子たちからしたらそんな関係ないわけじゃないそうだよ、その子たちがもう16人で3人もともと13人いるわけでしょ過去なんて知らねえみたいなやつら13人いるわけでしょこの子たちにもう乗っかって新しい逆上がりをねお届けできたらいいなと思うもう関係ないよ関係ないですね今なななんか操られてる関係いいですねやんかどうやって締めたらいいんだろうが。

さてこれまで話してきましたがそんな逆上がり公演は SKE4812th アニバーサリーフェス2020 12公演一挙披露祭10月4日の14時から見ることができます出演メンバーは青海ひなのちゃん、赤堀きめいちゃん、あらのひめかちゃん、石黒ゆずきちゃん、大谷ゆうきちゃん、つづきりさん、松本千佳子ちゃん、大柴凜香ちゃん、日高ゆずきさんそして私…<笑><笑> <laughs> 浦畑直人水野愛理ちゃん相川ほのかちゃん井田レオナちゃん倉島あみちゃん、はい、斉藤真希子さん <laughs> 聖永大香ちゃんの16人です SKE4812 アニバーサリーフェス202012公演一挙披露祭はストリーミングプラスファンストリームラインライブビューイングジョイサウンド見る箱4つのプラットフォームからご視聴いただけます それぞれのプラットフォームによってチケットの購入方法が異なります皆様ご自身の環境に合ったプラットフォームでご視聴くださいチケットの購入方法は SKE48 公式ホームページや12周年特設サイトをご確認ください逆上がり公園は10月4日の14時からなので4日の1日投資券か各公演一般視聴券をご購入ください4日は他にもリセット手をつなぎながら